うらあかしくん珍しいわねサイコーくなに明日席替えでしょそうみたいね君今どの席だっけ廊下側の一番後ろねいいな僕もそこがいいんだよなあらだめよあそこは私の指定席なの売ってよお金の問題じゃないわ自由はお金で買えないのよサイコー わかってる、冗談だよ。冗談でよかったわ。席替えを仕切るのは学級委員の西山くんでしょそうね。西山くんにお願いしてくじ引きに細工をしてもらう。それで僕と浦明くんの席を確保する。こんなことできないかなうん、西山くんにはどんなメリットがちょっと財布が温かくなるんじゃないかな。買収するのそんなとこかな。彼がそんなことに応じるとは思えないけど。そうだよなあ,あざといからなあ逆に作られる可能性があるな。なんかいい方法はないかなどうせ買収するって言うんだった 学級員より他の生徒の方がいいいんじゃないかしら生徒たち何人かと談合し買収してくじを共有するのその中で一番の当たりくじをいただくっていう方法なるほどな LINE のグループを作って情報共有すれば確実よ君頭いいなそれか事前にくじを用意しておいてそれとすり替えるという方法もあるけどねなるほどいずれにしてもとても とても悪いことよ。そうだな。そうだな。そうよ。そういえば、さっき廊下側の一番後ろが指定席って言ってたけど、きっと席替えで変わっちゃうよ。大丈夫大丈夫。大丈夫,大丈夫なことはない。席替えなんて運だから。運ではないわ。念、ね、よ。はあの席になるように、念をかけておきました。そんなもんでうまくいくなら苦労しないよ。前回の席替えではうまくいったのよ。真面目に言ってんのええ。マジかよ。信じるも信じないも、あなた次第です。 じゃあ、僕の席も念で決めることできるできるけど、本人の念じゃないといけないのよ。どうやるの望みの席に座って、念を唱えるの。決まった言葉があるの席席奇跡、奇跡、合わせて奇跡、奇跡。ワオやってみるか。これを100回唱えるのよ !100 回も人生は修行なの。席席奇跡、奇跡、奇跡合わせて奇跡、奇跡。奇跡。